はい、皆さんこんにちは。カタリ海のカタリです。強くなりたいガンダムオンラインやっていきたいと思います。マップはテキサスコロニーですね。で、今回はちょっと思い立って強襲ばっかり、しかもグフグフグフ、こっちはスグフですね。マグフ、イフリートだけちょっと違うという組み合わせ。さて初動何でいこうか。一番早いのはこいつかな。右側なんでね、まあ4もちょっと間に合わないだろうな。間に合わないだろうからコンテナでも拾うか。コーカスならね、間に合う可能性あると思うんですけど、これコンカスなんでね。で、一応速度マックスではあるけども、速度マックスとはいえ最後のボーナスをね、ブースト容量かなに振ったんですよね。だから他のに比べると若干遅いかなと。南にだいぶ行ったな。どうすっかな。あ、失敗した。補給艦出てたのになぜかこっちから出てしまった。しゃあないね。まあでもタイミング的には同じぐらいかな。取れないかな。取れれば取っちゃいたいよね。これだな。うわ、立てて助かりましたね。ありゃひるんじまったで、衝動負けてますね。どうしたら、こっちは、素ドム、バズがなんだ、バズの場所が分かんなかったバズが出ないなと思って、バズの場所が分かんなかった。まあちょっと同じ機体に見えちゃうんでね、場所が分かんないですねびっくりしたかな。ちょっと戻りたいな。盾まだあるからね。勝ってるんだったらここで戻っておきたい。オッケー。これ7だな。切れないですね。こけた。もうアーマー半分しかないんですけど、それでもくっけないよね。
うわ、立ちた。地雷だらけだな。当たったんじゃなくて地雷だったのか。じゃあマグ振ってみます。いやー、なんかひどいとこへ来ちゃった感じだな。何にもできないまま直しくれ。困ったもんだな。2機まだ2機しか倒してないか。グフ系はねやってて面白いんですけどね、なかなかキルを取るのは大変だったりしますよね。6もやばいな。3も取れてないし、どうすっかな。これ間バズの位置が違う他の機体と。南も押されてますね。どうすかな。那覇と使いようがないじゃん。明らかにこいつの方が早いな。取りたいな。地雷だらけだ。ありがとう。置いてくれ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 。さて次。ははひるんでる。セミが多すぎるな。
じゃあ、お、こんないでくれ。よしよしよし。いやーダメだこれ、移動すぎ、Z 置かれちゃった、破壊されちったか、クソ。なんだよ、今の取りに来る必要あった。でどうしようかな。まあ明らかに今7だったよね。これ3補給もすぐ出ないのかな。まったくもう。これひどいよね本当に。このさ砂の何なんだよって感じ。頭きちゃうな本当に。もう狙っていこう。本当にさこれなんとかしてほしいんだけどな。ロックするのはなしだよ。ひどすぎる。あんまりこっちなんだ。これ3取れなかったらきついよな。いやーひどいな。困ったな本当。こっち 6?6 今度押されてる。うまいとこ狙われちったな。アムロは無視。しか持ってないかな。助かったかな。
いやーきついっすね。どうしようかな。取れないし、6、5、5だっけ、1、5、5死ってのもきついよな。こいつそういえばなんか武器持ってなかったっけ。あ、持ってた。見せて欲しいものだな。飛行らの働きは。レーダーがある。外か。全然飛ばないな。いや、知った。いやーひどいね。ちょっと核を抑えられなかったのが何とも言えないな。しょうがないですね。明らかに7来てたからね。そこを抑えられなかったのがちょっと痛かったな。でこの抜けてる人、まあ、やらないっていうのもあれだけど、抜けてるのはもっとやっぱなんとかペナルティを強くしてロックオンをやめてほしい。それだけでもいいんだけどな。何をやりますかね、次の統合整備でね。ということでね、この辺で終わりだな。ちょっとグフ3機もうちょっとうまくやりたかったぞと。15しか出ないんですけど。もう1個取れた。あ、もう1個やればもう1個取りますね。もう1回やるか。じゃあはい、ということでね、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。